1967年10月31日の午後2時、日本武道館で吉田茂元総理の国葬儀は執り行われました。戦後初となる国葬には、国の内外からおよそ6000人が参列、午後7時ごろまで国民およそ4万5000人も参列したといいます。国民に広く弔意が求められ、大阪府庁でも半旗を掲げ、職員が黙祷 学校も休みとなったところが多かったといいます。こちらは、戦後で唯一国葬となった吉田茂元総理の国葬について書かれた記録です。その中には、計画や中身が詳しく書かれています。国葬の翌年に政府がまとめた故・吉田茂国葬儀記録には、死去を受け、3日後には 閣議決定で国葬を行うことが決まりその8日後に執り行われたことが記されています当時の佐藤総理は国葬とした理由について7年猶予の長きにわたり国政を担当され強い祖国愛に根ざす民族への献身と優れた指揮権と思って 廃墟と飢餓の中にあった我が国を奇跡の復興へと導かれたのでありますまた国葬令が廃止され基準がなかったことを認めています現在では法律的にも制度上にも国葬についての規定がないので単事実であったが国葬儀に踏み切るまでには あららゆる角度からその是非が検討された吉田氏は総理を退き、10年以上経って亡くなっていて、政治家としての評価は定まりつつありましたが、当時の街頭インタビューでは、評価が割れていたことがうかがえます。 政治政治か政治面とか、そういうものにずいぶん貢献なさった方だと思っておりますタクシーの汚職なんかに見られるような、ああいう政治的な腐敗の根源が、やはり吉田政治の中にまれたんじゃなかかろうか吉田氏の国葬には反対の声もあり、葬儀後の国会でも国葬に関する何らかの基準が必要だとの指摘もなされましたが、佐藤元総理が国民葬となり、 その後、歴代の総理経験者の内閣自民党合同層が主流となって以降、大きな議論にはなってきませんでした。吉田氏の国葬から55年、今を生きる私たちができることはないのでしょうか。